戦車か。敵の戦車だぞ。飛行機だぞ。上にいるぞ。敵の飛行機だ。助かるぜ。戦車だ。そこだぞ。敵の車両だ。敵の戦車だ。敵の戦車がそこにいる。準備を。目標アップルを喪失。目標を確保しろ。この先に地形を確認した。いいか、降りてくれ。敵の飛行機だ。飛行機だ。上にいるぞ。助かる。敵戦車を発見。敵の兵士を発見した。そこに戦車だ。よし行け。降りてくれ。降りるんだ。急げ。戦車を発見。気をつけろ。アップルを
すまない。よし、目標を守るぞ。爆撃機だ、上にいるぞ。敵の戦車だ。目標アップルを喪失。いいか、目標を手に入れるぞ。兵を見つけたぞ。注意しろ、敵兵だぞ。目標バターを確保。兵を見つけたぞ。戦車を見つけたぞ。行くぞ、急げ。目標バターを喪失。敵戦力残り 50%。狙いはこの目標だ。守れ。戦闘エリアに戻ってください。機体装甲車だ。敵の車両だぞ。
標バターを確保。了解だ。駅側残り20名。目標バターを確保。上だぞ、飛行機だ。敵の飛行機だ、上にいる。喪失。飛行機が見えたぞ。いいか、目標を手に入れるぞ。いいぞ、よく守った。これで連中の出鼻はくじかれた。さあ守りを固めろ。連中は再び攻めてくるだろう。敵が巨大兵器による増援を確保。見えるか。飛行機だぞ。奴らの飛行機だ。
すまん。奴らの警戒兵の一人だ。そこにいる。敵の戦車を見つけた。問題ない。敵の飛行機だ。分かった。注意しろ。よし、ありがとう。戦車を発見。気をつけろ。目標を手に入れるんだ。戦車がいるぞ。奴らの戦車だ。
そこだぞ、敵の車両だ。手に入れるんだ。敵の爆撃機だ。目標アップルを喪失中。目標バターを確保。目標アップルを喪失。命令を。目標を守り通すんだ。そこに戦車だ。こいつから降りてくれ。喪失。目標を手に入れるんだ。敵の飛行機だ。上にいる。陣地を喪失。目標を守り通すんだ。
機兵だ。奴らのだぞ。敵の戦車だ。攻撃側残り50名。奴らの兵器だ。攻撃側残り20名。再び我らの勝利だ。連中は弱っているが、今一度攻め込んでくるだろう。さあ守りを固めよ。皇帝陛下に勝利を捧げん。敵が巨大兵器による増援を確保。上だぞ、飛行機だ。目標を守れ。
標アップルを確保。目標バターを喪失。目標バターを確保。ありがとう。離隊装甲車だ。敵の車両だぞ。敵の戦車を見つけた。守るんだ。敵の戦車がそこにいる。敵戦力残り 50%。了解。俺だな、すまない。敵兵を発見。
兵士を見つけたぞ。目標バターを喪失。目標を落とされるな。守れ。兵を見つけたぞ。敵兵を発見。よし、降りてくれ。目標バターを確保。目標アップルを喪失。我らが帝国の偉大なる勝利だ。諸君は勇猛なる戦いをもって真の守護者たる価値を示した。1918年の時点でドイツ軍の重心防御戦術は完璧ともいえるものでした。しかしマルヌにてフランスはその防御を圧倒する戦術を示します。それが機動力の高い機械化された混成部隊による戦闘でした。ここでドイツ軍が防衛に成功し連合国軍の戦術を真似ていたなら、フランス中央部そしてパリへのさらなる侵攻が可能となり、大戦の行方が変わっていた可能性もあります。